皆さんおはようございます。ひよどり城天空菜園ピオグマさんのベランダ栽培です。今日は10月28日土曜日、今午前11時です。今日はミニトマトの再挑戦、チャレンジアゲインということで、ご紹介します。だいぶ近くの景色は、桜の木々の葉が色づいてきていますということで、ただいまの、ミニトマトですが、このプランターに2本植えています。でこのミニトマト、4月17日に種から発芽させまして、2本植えましたが、今年は残念なことに実が3つか4つぐらいしかできませんでした。ということで、夏の終わりに全ての枝を切り払いまして、この株、ここでカットして脇芽を伸ばしていきました。まあ、両方ともですが、はい、だいぶ脇芽が伸びてきまして、そして花が咲いて実が結びました。はい、これミニトマトの花ですね。ということで、今年の夏はミニトマトもう完全の敗北でしたので、脇芽から再挑戦しています。ということで、ミニトマトの場合、やはりプランターは鉢酸や小さなアブが来るのが少ないですので、一番最初に根元から出たこの花芽、花の、この枝の部分ですが、それを、はい、このような、これ習字の小筆ですけれども、でこれで、特に根元のところに初めて出たこの花ですが、これを受粉してあげると良いようです。最初のこの花の部分、根元にできた出てきた花の部分を受粉してあげると、結構それからの花のこの枝の部分ですね、結構どんどん受粉して実が結んでいくようです。はい、習字の小筆で、これですね、受粉作業してみます。はい、こんな感じ。はい、これで OK ですね。はい、このたくさん実が結び始めた花の枝も、はい、こんな感じで、はい、受粉作業をいたします。このぐらいでいいでしょうかね。はい、はい、これで OK です。ということで、これは結構早い時期のミニトマトの花でしたが、だいぶ大きくなってきています。はい、こちらもそうですね。で、はい、これは、脇芽から伸びた、はい、脇芽から伸びている枝ですが、この最初の方の、はい、この部分ですね、今1つ、花が咲いていますが、結構最初の方に出てきたこの花を受粉してみました。非常にうまく、実が結んできています。はい、ということで、今日も良い天気ですので、はい、この小筆、この小筆で、受粉作業をしてみます。はい、こんな感じですね。普通は風などで結構受粉するんですけども、プランター栽培の場合は時々こう受粉するのと、はい、良いみたいです。はい、ということで、こちらの枝ですけれども、はい、これはだいぶたくさんなってますね。結構大きな花の枝ですが、すべて完璧に、ちょっと受粉作業したこともあって、完璧にこれが実がついています。はい、これも結構楽しみなミニトマトです。ということで、11月の終わり、12月ぐらいにはたくさんのミニトマト再挑戦、チャレンジアゲインということで、たくさんの
ミニトマトの収穫が期待できそうです。はい、ということで皆様いつもご覧くださりありがとうございます。それではさようなら。